横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の声援が選手の力になりますから、こういった球場の雰囲気をいつも作ってほしいですね。そうですよね。まずはベイスターズの先発川口、横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ドラゴンズの攻撃入ります。前回のゲームでヒットを放っています。引っ張った、欲しいし、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている大島。打ちました。これはどうか。セカンドライナーです。打席には3番バッター。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには4番、前回のゲームでマルチ安打を記録しています。バッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けです。バッターボックス、前回のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。デッドボールのランナーが出ています。初球簡単にストライクを取ります。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。アウトコースは外れます。見逃して三振になります。アウトコースを待っていたんでしょうか。最後は見逃しです。6番バッター大砲、前回のゲームでは安打を放っています。ワンアウトランナー一塁です。初球ボール、大きく外しています。ボール先行です。引っ張った、これはどうだ。ファーストの左、抜けました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁、打順は下位打線に入っていきます。バッターは前回のゲームでは ヒットでランナーは二塁一塁となった。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。高め見送っています。ボール先行です。3球目見送っています。ボール、ストライク、打ちました。打球はレフトへ、レフト掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは、ツーアウトになっています。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ。ボールが少し浮いてしまいました。
自分で拾って一塁送球します。一塁アウトで、どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配ですね。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを潰しました。0対0。ホームラン、先制のツーランホームランです。ベイスターズ今シーズン第4号のツーランホームランになりました。ベイスターズが先制しました。2対0になりました。うん、インコースを待ってましたね。見事に捉えました。はい、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。バッターは7。ストライクになります。なかなかタイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。バントしました。キャッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウト、送りバント成功。ワンホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。 DeNA ベイスターズ4対0。アウトコース狙ってましたね。お見事です。はい、バッターボックス、ワンアウトランナー2塁です。緩いボール決まっています。大きく外れました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ボールになります。打ちました。ベイスターズさらにピンチになりました。ワンアウトランナー、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。最初は変化球できました。インサイド空振り。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。打ちました。セカンド取る。セカンド送球、セカンドフォースアウト。サードランナーホームイン。一点返しました。ドラゴンズ4対1。ベイスターズその差は3点になりました。バッターボックスには7番、ベイスターズ追い上げられています。小宮山さん走ってきた。キャッチャー二塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。しかしこの回バッターランナーは二塁到達。ツーアウトからランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。ツーランホームランが出ました。ベイスターズ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。追い込んでからのストレートでしたが、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。バッターの狙いとは逆のインサイドに投げたんですが、うまくさばかれましたね。しかしバックスクリーンに突き刺さるホームランでした。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。ここで1点差まで詰め寄られました。
バッター三塁二塁です。ピンチを迎えていますベイスターズ。アウトコース、ファウル。ここは力勝負を挑んでくるか。外、ここは1球外してきました。ワンボールツース。緩急を使って攻めてきます。ツーボールツーストライク。一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁。そしてバッターボックスは4番ドラゴンズ。この回7人目のバッターになります。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。切れました。ファウル。フェアならば逆転かというところでした。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。しかしこの回同点のソロホームランです。ドラゴンズ、これがチーム2本目のホームラン。ベイスターズ追いつかれました。4対4。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。ここで追いつかれました。同点です。さあ、交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。ベイスターズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、川口ここで降板です。バッターボックスには6番大砲。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく流されてしまいました。ヒットでランナーを二塁に置いています。さあ、このピンチどう切り抜けて。空振り、当たりません。ショートの左、抑えた。際どいタイミング、一塁アウト。ランナーは変わらず二塁。得点圏になりますが、もう一度ご覧いただきましょう。試合は振り出しに戻りました。ワンアウトランナー一塁となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。順は9番片岡。
ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、スタンドファウルボール。最低限ね、ランナーを二塁に進ませるようなバッティングをしてほしかったですよ。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。変化球打った、高いバウンド、内野安打。これで3安打猛打賞。リプレイでご覧いただきましょう。続くバッターは前の打席ではヒットでランナー二塁一塁。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。満塁としています。まずは慎重に外から入ってきました。バッター有利なカウントになりました。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。バッテリー後がなくなってきました。ここからは確実に狙っていきたい。確かに甘くなって長打は避けたいケースでしたけどね。これで1点のリードに変わります。ベイスターズ勝ち越し、6対5になりました。さあリードしました。バッターボックス、ベイスターズ勝ち越しに成功しています。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードランナーを蹴った、サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ベイスターズ追加点、8対5、リードを3点に広げました。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。試合は大詰め、この追加点は存在感があります。この展開でもどんどんと点を加えていきます。
打ち合い乱打戦を見事制しています。今日は西さん打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。